技術がないから、ね、それは忘れずやっとくから。ありがとう。どこの人なん？東京の人かこれ。どこの人？プロフィールはちゃんと書き換えて。東京の子これ、はい、大阪？いや、東京なんで。どこの子これ？はい、関西弁だった。あ、関西の人。あららら、ら、うん、2年前も同じ配信してました。この女の子が、この女の子がラスカイ。ああ、そう、あら、そうなんや。なんで今さら2年後に、しかも今日なの、今日なの。うん、肉系ないっす。ネタが古いな。いや、なんで今さら。エイプリルフール早いよ。台本古いな、情報が。今更感だな。あ、マンスリー2位だからムカついてるってこと。そんな儲かってんだったら私に返せよってこと。50万。ああ、ムカついてんのか。アピちゃんって誰、知らない。誰が怒るの？俺が？焼肉？返してないからな。うん。脅迫してても警察何もせえへんってことはそういうことやろ。動かないってことは。うん。いや、もうそんなことせえへんやろ。そんなことしなくても相手も上がれやろ。なんとひよこは今日山田にメールを送ってきたらしいよ。はい、こんばんは、ありがとう。ふう、女には気をつけろってことだよ。え、イキリストさんが体を張ってこれ注意喚起してくれてるわけよ。え、こんなんじゃ潰されへんて。うん、ソースが弱すぎる。本当に逮捕されるような案件じゃないと。潰したいんだったら甘い。うん、甘すぎる。肉気がある。誰か裏で協力してる。ああね、今でしょみたいな、もう一回やろうよみたいな。リア友なんだ、山田と。うん、金を返してほしいの、潰したいんじゃなくて。で、売名した、したくないって言ったよ。イキリストを売名したくないって、このネタでなっちゃうけどな、結局。うん、僕はね、人の心配する暇はないんですよ。自分の心配しないといけない。ミツにあのツイッターブロックされたんですよ。うん、人の心配してる場合じゃないよ俺。うん、終わりかもしれん、マジで。マジでやばいで、マジで。何もしてないよ。事件やで、マジ。神戸行かれへんで。うん。
明日奈々ちゃん秋駒も店に来るから誠治も売名しに来いよ。マジっす？いいの言っても LINE はブロックされてない。 Twitter だけブロックされてる。 LINE は大丈夫だった。うん、何もしてない。怒ってる。売名行く？もう今から行く。予約制か。俺やったら予約しなくても行けるんちゃうか。予約制だけど。ツイッターだけって意味があるんやろ。そう、一人の方が気が楽だって言った。うん、なんかごちゃごちゃ言われたから電話切ってさ、配信始めた、さっき俺そしたらツイッターブロックされてた。ママめちゃくちゃせいちゃんの好きやもん。別れたってか付き合ってない。うん、行ける？あきこママのとこ。予約制なんだ。でも当日予約 OK って書いてあったね。予約いらないでしょ僕は。だから近所だよ。うん、大手関係なしに予約制だと。じゃあもう従業員になっちゃうかも。従業員になったら予約いらないの。解説も何もさ、何もならんで、こんなの終わってることやろ、こんなの。一日店長やるか。解説もクソもいらんやろ、こんなの。眉も行くって。ノンアルコール予約不要ですよ。あ、そうなんだ。じゃあ俺大丈夫だ。ノンアルだもん俺。うん、たかしくん配信ね、休んでます。気分が乗らないでしょ。配信なんか気分が乗らなかったらできませんよ。うん、今日やりたくないなと思ったらやらないでしょ。気分が乗らない何かがあるんでしょ。うん、よーし、配信でやってちょっと稼ぐか。うん、一日店長やってほしいって。税金から逃げらんないで。うん、ネタがなきゃなできないんだな、やっぱり配信っていうのは。俺もネタないよ。うん、ネタがないけどやっぱり無料アイテムもらいたいじゃん。だから俺店開けてんだけど、今1時間やって売り上げが1246円です。はい、やめようかな。もう1200円しか稼げてない。1時間やめていい？うん、1200円、時給1200円、稼ぐねー。ねえ、これマンスリー1でもこういう時あるからね。1時間で1200円の時もあるよ。うん、時給36万円の時もある。うん、これ怖いよね。これドーナツ8つナイス。もうちゃんありがとう。うん、これが怖いよね。ふわってね、バトル起動のせい。タクマに呼ばれたの？嘘でしょ。タクマ呼ばれてないよ。何の話？うん、深夜手当入って1200円で。うん、飲み屋もそうだよね。水商売と一緒よこれ。1358円、ありやす。これ波があるから、波があるから。うん、これがあるから今こっちだから。うん、皆さん無料アイテムお願いしますね。無料アイテムポイントが欲しいんでね。お金はいらないんでポイントが欲しいんですよ。無料ポイントだけ欲しいんで。
お願いします。うん、お願いします。巻き打ちです。お願いします。皆さん群れ入ってもお願いします。巻き打ちです。肉キャリです。初コメントありがとう。 LINE はしてない。電話一方的に切った。俺はこの配信の前ね、昨日の日付ね、うん、なんか説教入ったから、説教してきたから切った。めんどくせえって、うん、でも明日大勢来るんじゃない。奈々ちゃんのさ、リスナーさんとか来そうじゃない。ごちゃごちゃしそうじゃない。うん、ぐちゃぐちゃになりそうやな。リスナー来れる？あ、禁止なんだ。配信者だけなんだ。いやでも奈々ちゃんクラスになると出待ちいるんじゃない。リスナーさんで奈々ちゃんに会いたいっつって、で俺もさ行くとなるとさ、せいちゃんリスナーさんの出待ちすごいじゃん。迷惑かかるじゃんお店に。だからどうしようかなと思って。めちゃくちゃ来るでしょせいちゃんリスナーさんの出待ち。うん、それが怖いよね。いや、いるでしょ出待ち。うん、いや来るでしょ。うん、ツナが来る。そんな来る？ツナが。化粧はしてないよ俺。顔赤いんで、花粉症で肌やられちゃってさ、めったに会えないからね俺クラスになると。うん、ふわっちで売れっ子ナンバーワンよ。舐めないで、そう簡単に会えると思わないで。ネタがなかったら行こうかな明日。昼ぐらいから行ってようかな。昼過ぎぐらいから、炎上ニュース終わったぐらいから行こうかな。うん、またさ無名の配信者がいっぱい来んじゃないの。仮想欄会の人とか来んじゃないの。いっぱい、もう今の時点で予約殺到じゃない。そう、うるさいとこあんま好きじゃないんだよな、ガチャガチャしてんの。うん、ガチャガチャしてるとこ好きじゃねえんだよ俺あんまり。うん、性に合わないんだよ。あ、よっさんも来るの。よっさんも来るって。うん、やめるか。うん、ナナちゃんは配信するのかな、ふわっちで。するの配信、ツイキャスかなんかで。ありがとうナナちゃん。ひどんなさんも、奈々ちゃんつけない。あらららららら、マジか。うどん食べ放題、酒飲まない俺。成田銀も、ふえやるかもって言ってた。奈々ちゃん、ひーちゃん、山田、イキリスト、よっさんも行くんでしょ。キャスは絶対つけないって言った。マユも、
マユも。マユが来ない。めっちゃ来るやん。もうキャスバーみたいになってんな。もうキャスバーやん。うん。バーになりたくない。ああね、イベント中だから、マユが。バーにはならんやろ。キャスバーやんこれ。でももう A 版になるようなやつはもう版になってるから、そんな荒れないと思うけどね。うん、版の人は来ないでしょ。うん、大丈夫でしょ。まゆちゃんも来たらいいやん。うん、くるちゃんも。いや事件起きひんよ。この前来たけどね。この前はミニラが来てイキリストと喧嘩したから来たけど、もう来ないでしょ。深夜っちゃ来そう。あー、来ると一部と、うん、マルコさん来んの。ナナちゃん行かないって。どっちやねん。行かないの、ななちゃん。あ、予約の時点で A 番断る。そらそうやね。ななちゃん行かないって言ってんじゃん、ほら。どっちなん、どっちの情報が正しいのこれ。ななちゃん来るよ来るよって最初にさ、行かないよ行かないよって。ふわっち配信者だけ行かないなら山田近くで待機しないんじゃん。行くけど行かないみたい。なんだそれ。モンジョリ行くよ。山田奈々ちゃん、ね、今日連絡取ってたよ。どっちやねんこれ。山田 LINE スルーしてる。あ、気分で変わる。あ、気分屋だからね。行くんじゃない多分。ツイッターに書いてある。先週から行くって言ってる。カウターナビ自分で行ってくれ。いいじゃない自分で。うん、俺今新宿なんだよ。カウターナビ六本木だろ。バカかお前は。自分で行けよ、あのまずいラーメン屋。さっきからうるせえな、カウタン、カウタンって。前の家から近かったけど今新宿なんだよ。バカか。一人で行ってこいな。あそこのオーナーもまずいよって言ってたよ。うまくもなくまずくもないラーメンだって言ってたよ。行ってこいよ。うん、めちゃくちゃ遠いからこっから。自分一人で行けばいいよな、そんな食いてえなったら。なんでさ行かなきゃいけないの。カマチョうざいよ、さっきからずっと。あなたそろそろあのサイレント入れるよ。カマチョこいつ、茨城の50歳なあ。いい加減しろよお前、マジで。コメント拾われたかったらよ、アイテムをつけろよ。アイテムを読んでやっからよ。うるせえな、さっきからガチャ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 よ。あ、舐めてんのかてめえ。国数だてめえ。あーもう NG 入れるよ、もうあーとか言ってた。入れるよ、いい。目障りなんだよお前みたいの。いらないんだよ NG。 ぶち込まれたいのお前。おいどうすんだよ。あーメガホン舐めてるわ。あお疲れです。舐めてる NG。 お疲れです。これいらねえね、舐めてる。うん、いや俺は客は選ぶよマジで。選ばせてもらうよ。うん、舐めてるでしょ。濃くしたもんいらねえもん。客層悪くないもんマジで。
こんなやつからもらいたくねえもんね。コメントもされたくねえもんね。他のさ、お客様がさ、迷惑となる行為はおやめください。え、ダメだよ。高級クラブだからね、ここ高級クラブ。舐めてるのマジで。大衆キャバクラじゃねえんだよ。うん、質が下がるだろ。マンスリー1位の男の配信だぞ。舐めてんなお前。うん、VIP が金落としてくんなくなんだよ、お前みたいなゴミ癖、なんか油粘土みたいなおっさんがよ、コメントしてたらよ、ごこなげらすかい。はい、お客様いらっしゃい、お姉様ありがとうね。こういう綺麗なお姉さんが来てくれなくなっちゃうんだよ、油粘土みたいなおっさんがいるとよ。くせえなと思って、匂っちゃうね、こっちまで。いらねえんだよ。うん、しこまるみたいなおっさんだろこれ、気持ち悪い。出身はね、東京ですよ。うん、生まれも育ちも東京、新宿、新宿最強の男です。 YouTube でも行かないって言ってた。行かないんだよ、じゃあ。うん、新宿は嘘です、すいません。あのさ、さてなんですけど、さてって分かんないじゃん。うん、分かる人いないもんね、さてって言っても。埼玉、埼玉県です。知らないでしょ、さてって言っても。もう春日部とかだったら知ってるでしょ。まあ言いたくないんだよあんまり。さてなんです。うん、知らないでしょ。幸せなてって書いてさてって。俺もだって物心ついた時に幸せな手ってなんて読むんだろうって思ったぐらいだもん。これで去ってと思って、去ってって何と思って、去ってし何 どんなところで俺生まれたのみたいな。うん、春日部より田舎です。知らないでしょ、ほぼ茨城よ、ほぼ茨城。隣が五日町、うん、栗橋とか、うん、ダッサいところで住んでんのよ。恥ずかしいよ、サッテに住んでるとか。もうすぐ車買ってさ、18歳ですぐ家出たよ。うん、恥ずかしくて、サッテなんか住んでらんねえよ。うん、なんもないよ、だってマジでなんもないよ。やばい、あんなとこで住んでたら頭おかしくなるで。うん、で、さっての次に一人暮らししたのが杉戸町って隣の町なんだけど、そこも何もなかった。うん、そう考えると出世したな。まさかあの三枝が新宿に城を建てるなんて。新宿だで、こだまるちゃんいらっしゃい、ありがとう。うん、新宿に住んでると思わなかったよね、当時ね。出世したわ、城だよ、ここは俺の。すごくない、夢だったね、やっぱり新宿に住むってのは。すごくない、タワマンだからね、一応すごいでしょ。新宿になんか家なんか借りられないからね、普通の人は。うん、スターだよ、だから俺スター。すごいでしょ家賃やばい、25万、やばいでしょ。去ってから新宿だで。うん、まあ港区も住んでたよ、なめないで元六本木だよ。六本木のタワマンの近くに住んでたから、六本木ヒルズの。
舐めないで。うん、25万まあ、マンスリーね。ここはマンスリーじゃないけどね。ああ、西麻布の帝王だよ、これ。マジで、もっとね。舐めないで。うん。盛ります、盛ります。さらに盛ります。うん。時給37万円のとこだから。舐めないで。今、時給がね、1700円です。1700円はい、うん、こんばんは。これに耐えられる人じゃないと配信では食っていけません。時給36万と決まるし、時給1700円と決まるからね。メンタルやられるよ、だいぶ。今1700円だね。うん、安定してないからメンタルやられちゃう。なんか絶対こっちの世界に入ってこないでね、今リアルで働いてる人。マジでやばいよ、うん、いつまでこの生活が続けられるかわからないからね、うん、怖いね、うん、肉切れた。だからライス強い人は安泰だよね、やっぱり。アイテムなんかその波がありすぎるから、ナイスで上位の人は安泰だと思う。稼げなくなっても、うん、ナイスはお金かかんないでしょ。好感度さえあったらね、ヨシエさんとかね、エビゾウさんとかは安泰だね、このシステムがある限りね。いつまでやるか分かんないけど、ナイスは僕やらないです。向いてないんで、好感度ないんで。うん、サムネイルおじさん、僕よ、うん、本人。紐になりてえな、誰かの紐になりてえ。だから養ってくれる人いねえかね。おじさんでもいいから、うん、なんかいねえかね、紐に養ってくれる人いない、ふわあげさせてくれる人いねえかね。うん、おじさんでもいい、飼ってほしい。うん、スレちゃんはお家にいてくれるだけでいいよ、ゴロゴロしてるだけでいいよ、3食飯付きのさ、リスナーさんいないかね。おじさんでもいい、家でゴロゴロしてたい、ずっと。もうあのさ、イベントとか疲れた、お前がするの疲れた、もう。うん、毎日小遣い3万ぐらいくれる人いないかね。パパ活していい、ここで。疲れちゃったもん、イベントとか毎日数字に追われてさ。うん、助けて誰か、病んでる、これマジで。病院っていい、病んでる俺。肉消えないっす、うん、飼い主見つけたい。そう、寂しいのかもしれない、うん、ずっと人と喋ることないからさ、コメントと喋ってるから、生身の人間と喋ってないから。昨日は久しぶりに喋ったよ、うん、コメントと喋ってるからいつも、コメントと、うん、これ頭おかしくなっちゃう。人間ってやっぱ生身の人間で喋んないと頭おかしくなっちゃう。ずっとこのロボットと会話してると一緒だから、これ、うん、無機質のコメントとさ向き合ってると頭がおかしくなっちゃう、うん、孤独よな、一人暮らし。マジで孤独やね、うん。疲れるマジで。仕事しろよ。何の仕事する？何が向いてるかね、うん。俺はこれしかないんじゃない、やっぱり。これが向いてんじゃない、一番。
く枠だねこれね。無理相手もあったらお願いしますね、うん、結婚生活はどうすかね。まあ給料が安かったからやっぱお金で何回も喧嘩したいね。お金があったら多分あんな喧嘩しないんだろうけど、結婚するとやっぱ縛れるでしょ。縛られちゃう趣味とかも好きに使えるお金ってもう限られてくるじゃん。それでもう八つ当たりみたいなしちゃってた。なんでこんな頑張って3万円しかもらえねえんだよって地獄や。その3万円をどうにかしようとしてパチンコ行って増やそうとして、でそれ溶かしちゃってで借金してたから。お花見エンカリです。あ、ゴールドクラスの女の子ありやす、初めて見た。あー、ありやす、元キャバ嬢ありやす。お花見宴会好きなの？結婚はね、本当にお金がなかったら喧嘩するで、ストレス溜まるで、うん、うまくいかないな、向いてないんじゃない。やっぱりお金があったら心に余裕があるからうまくいくんだけど、本当に給料が安い人同士だとやっぱトラブっちゃう、揉める、うん、奥さんに八つ当たりするし、奥さんもお前が悪いんだろうってなっちゃうし、私だってパート行ってんのよって、私だって自由に使えるお金なんてないの、そこで喧嘩するから絶対。そう、低所得の人はやっぱ離婚率高いね。うん、それで揉めるのがすごい嫌だったね。こんなひもじい思いして、なんでこんな幸せな家庭を築きたいと思ったけど、やっぱねえ無理だね、イライラするね。あんな頑張ってて、なんで1ヶ月自由に使えるお金3万しかないの、独身に戻りてーってなっちゃうんだよね。うわーって、パチンコも行けねえよって、うん、タバコも制限されるしね。俺は酒飲まなかったからあれだけど。あ、高所得者は不倫多いね。うん、安泰になりすぎちゃって刺激を求めたかのね、お金持ちの人もね、うん、火遊びしたくなっちゃうんだよね。お金では揉めないけど、うん、男女関係で揉めちゃう、不倫とかね、渡部、そう、お金持ちはね、やっぱ刺激求めちゃう。やっぱ人間って生き物は刺激を常に求めちゃう。あ、見て見て見てやん、見て見て、来た、違うの、見てやん、違う、3つ来た、違う。元祖3つ、俺今日間違えて無料アイテム投げちゃった、3つだと思って、カタカナの3つね、こっち美魔女の方、うん、3つめちゃくちゃ綺麗やったで、この子何歳なんこの子、めっちゃ綺麗やったでこの子、何歳なん、41ぐらい、40歳ぐらい、めちゃくちゃ綺麗やったこの人、うん、何歳なんこの人、タメ俺と、タメなん、41？ 独身こなし？独身なの41で？なんで売れ残っちゃったの？選びすぎた？男。41で売れ残りってのはちょっとあれだね。正確に難があるね。うん。なんかあるな。裏がな。うん。売れ残っちゃって、
この蜜は美人サイダー、マジで2回失敗してんじゃねえ、トラブってるやん、うん、離婚してるやん、2回も何あるわ、正確にだからね、わがままなんじゃない、多分こういう可愛い子ってのは、うん、めんどくさいってなったんじゃない、こんな綺麗な女でも、まあいいわ、もうめんどくさいわ、もう別れようぜってなったんじゃない、うん、いくら可愛くても綺麗でもめんどくせえやつはもうごめんだで、マジでめんどくせえんだろ、多分わがままなんじゃない、今までチヤホヤされたから、わがままで自分の言う通りにしない男は嫌なんでしょ、多分、めんどくさいんだよ、顔が整ってる女ってのは、わがままいいんだよ、大変やで、だから普段一緒にいてさ、可愛い子じゃない、三つね、綺麗な子じゃん、普段は満足されるけど、心は満たされるけど喧嘩するんだよ、うん、イライラするなこと言うんだよ、うん、男のせいにするんだよ、そういうやつは全部、私は悪くないって言うんだよ、あなたが悪いんでしょって言うんだよ、うん、で多分謝んないよ、こういう女は、顔が綺麗な女は謝んない、ああ素直じゃない、うん、だから別れるんだ、2回も、素直が女じゃない、素直じゃないと、ヨット作る来るか、うん、もう絶対失敗しないぞ、もう素直になるぞ、ここに来たらヨットスクール入れるか、四谷ヨットスクール、うん、受賞歴すごかったって、離婚歴2回もついてんだよ、ねえ、ダメだよお前、受賞歴すごかったってお前、ダメよ、離婚歴2回でしょ、はい、ダメー、ダメー、うん、僕も2回、もう最後にしような、次な、3回目ないぜマジで、受賞歴いっぱいついてもいいんだよ、離婚歴は2回までな、罰なし41もちょっとあれだけどな、あ41で罰なし、いや結婚歴なしもきついで、きついで、うん、売れ残りってことは何かしらあるで、41で売れ残りってのは、罰1ぐらいだったらいいんじゃない、うん、罰1ぐらいだったらいい、僕は亭主関白よ、うん、巻きやりだよな、うん、巻きやり、一回余計バッツにはちょっと学ぼうよって感じ、うん、なんで学ばないのって、一回目です分かるでしょって、人生に一回あるかないかの結婚を2回もするってやばいよ、まあまあ、うん、見る目ないんじゃない、男を、うん、一回面接するか、ヨットスクール美魔女ミツをプラチナなんだろ、プラチナプラスにさせてやるか、俺が面接するか、やる気があるのか、面接したい女の子いる、四ツ谷ヨットスクールやってるんだけど、入荷するか、美魔女ミツ、うん、徹底的に鍛えてやるよ、泣かすよマジで、覚えが悪かったらマジで泣かすよ、うん、素直はいいです、うん、足短いんで大丈夫大丈夫、女はケツだから、
ケツがキュッと上がってればいいから。うん、ケツだから女は。足なんか全然いいから、どうでもいいから。そんな配信なんか足なんか見せれんだから、普通胸から上でしょ。足なんか見てないから、ね、顔とおっぱいを見てるから。うん、でケツが大事なんだよ。ケツ、ケツだけでプラチナプラスになった人いるから。ハイボールさんね、あなたケツでプラチナプラスになったんだよ。ケツさえね鍛えとけばいいから。ふわっちゃんケツだからね。ケツが全てよ。ケツ、ケツが大きい方がいいの。ケツが大きいのよ。足なんかいいよ別に。うん、ブリーンってなってるケツじゃないとダメ俺はね。うん、ティーバッグの似合うケツがいいんだよ。うん、布団に入ってよ二人でよ、でパジャマ脱がしてティーバッグの状態にさして、で男があのチンコをこすりつけるわけよ。それでだんだん大きくなっていくのがいいわけよ、うん、入れてないんだけどケツにこうこすってるだけで、女のケツにねティーバッグのケツにこすりつけるのよ、ベッドの中で、布団の中で。それがいいのよ。だんだんムク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 してくのが楽しいんだって男は。そう、わかる？それが楽しみなんだよ。うん、勃起して、ね、ビンビンにもうギンギンに勃起させたやつをこうケツのこの割れ目にこう当てんのが楽しみなんだよ。それエッチはしなくていいんだよ。ケツの割れ目に勃起したチンコをこう擦りつけないんだよ。うん、それがしたいんだよ男は。エッチはしたくないんだよ。うん、それがすごく楽しみ。あれやられた女の子いる？彼氏とか旦那さんにあのズボン脱がされてティーバッグの状態で布団の中で擦られた人いる？擦られた人いる？チンコ旦那さんとか彼氏にチンコ擦りつけられたことある人いる？正直に言ってごらん。ある？ほらみんなあるよ、ほらみんなあるよ。あれ何なんだろうね、あれ擦るだけで悪い。うん、ほらあるやん、みんな擦ってるやん。ほら3個のやつみんな擦ってるやん。あれ何なの、あれ。あ、なーちゃんもある。なんなのあれ。女は満足しないけど興奮するのよ男は。なんかエッチしてるみたいで、うん、だん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 大きくなっていく自分もなんかエロいし、女もなんかエロく感じるわけよ。ケツをブリーンって出してるわけよ、寝ながら。くの字にしてケツを男に出してるわけよ、寝ながらね。寝バックみたいな感じよ。うん、朝起きた時もやるし、寝る前にもやるよ、それ。ケツ最高やで。だから、女のケツは大きい方がいいわけ。うん。で、あの朝起きた時にやる時に、女の子が眠いんだけど、ケツを出してくれるところ。そこに、キューンってなるわけよ。眠いんだけど、もうしょうがないなみたいな感じでお尻をこう出してくれるわけよ。こうやって届かないから、普通にまっすぐ寝られてたらケツに当たらないわけよ。で眠いんだけど分かった分かったみたいなケツをこう出してくれるわけよ、寝ながら。それがめちゃくちゃキュンってするわけよ。そう、あーで分かってるわこいつみたいな。そう、ケツを出してくださいね、男が求めたらね。うん、大好きです、それが。男はね、ケツをクイッて、うん、
ケツゲはみ出ても大丈夫、大丈夫、関係ない、ケツゲバーガーでも、うん、お願いしますね。男の願望ちゃんと分かってあげてください。女の子は特に大好きだから、男はケツが。で、ケツにチンコをこすりながら手を伸ばすわけで、おっぱいをこう揉むの、揉みながらこう腰をこう振るわけ、うん、それがいいね。うん、おっぱいもあの触らせてあげて。学んだ、ありがとうございます。 OK、 あーシルバープラスの可愛い子ちゃん、うわこんな可愛い子いんの、ちょっと待って、ふわっちこんな可愛い子いんの、こんな可愛い子を学びましたって、こんな子いるんやで、ふわっちシルバープラス、めちゃくちゃ可愛いやん、こんな子がケツ出してくれんの、マジで、もう加工だけどすごいね。うん、別人だよこれ、別人かよ。学んだ、肉キャリアです。おっさんなの？マジで？ネカマ？マジかよ。本当に信用ならねえな。ケツゲ？おっさんに興奮したの俺今。世の中の男性陣はそういう願望があるからね。叶えてあげて。もしね。付き合ってる人いたら、ね、旦那さんにもね、ねえねえと誠司さんが言ってたんだけどさ、男の人って女の人のお尻に興奮するの、お尻出してあげるよってやってあげて、旦那さんとか彼氏さんに喜ぶよ、うん、ティーバッグ入ってさ誘ってあげて、お布団の中で、うん、分かってるなお前って褒められるよ、愛されるよ、うん、出してあげな、旦那さんとか彼氏に。で大きくなったら加えてあげるの、お口で喜ぶぞ、めちゃくちゃ嬉しいぞ、そんなことしてくれる女いねえぞ、大事にされるぞそういう女は、うん、男の願望を叶えてあげるの、うん、分かってんじゃねえかよお前、うん、分かってるね、人間になったチンコをねしゃぶってくれる朝から最高だで、マジで、うん、お尻出してギンギンにさしてから、うん、俺口で生かしてくれたら最高だで朝、うん、パンパンです、うん、そういう言葉か考えちゃった、パンパンになるとこれ女の体ってね、やっぱり元気をもらえる、元気が、仕事頑張るぞってなるよね、うん、元気をもらえる女の体はやっぱり最高だね、うん、仕事頑張れるで、性欲を満たされてたらね、うん、早く家帰りてえなってなるで、俺は帰れねえけど、もう帰れないんだよね俺、もうここしかないんだよ俺、うん、ないんだよ、一人ぼっちゃで、うん、ブロックされちゃった、切られちゃったよ、うん、台本だったらいいよね、うん、マジで復元してないよ、病気出ちゃったな配信外で、うん、え、3つにブロックされた、ツイッターで、あと LINE 電話してたんだけどぶつ切りしちゃった、ムカついて、うん、
ちまったで、何回目わかんない。いや、なんか怒ってたんだけど、なんか俺苦手だからそういうの説教とか適当に聞いてた。頭に跳ねがたん、イライラして、はいはいはいって適当に返事しててムカついたから、長いから電話切ったの。そう、そしたら LINE はブロックされてるのに Twitter ブロックされてた。サムグレコ出てきたね。逆切れした。見つから連絡来ないんじゃない、なんか荷物送るとか言ってたで。 LINE ブロックしてないことは連絡待ち。あ、そっか、じゃあ電話してみようか。そういうことか、連絡してこいよってことか。さ、最後に俺がこうやって LINE したの。ぶつ切りしてさ、謝んないんだ。だって俺はめちゃくちゃ謝ったんだけど、あっちも悪いのに謝らないんだよ。俺謝ったよ。何よ、分かんないけど、とりあえず謝ったよ。先方が怒ってたからすいませんって。電話してみる。出た。あ、ミツ？何？ごめんね。やめて、配信中やね。はい。配信中やね。ごめんね。嘘ばっかり言わんといて。何を？これ今配信中に電話してきたってことはミツ言っていいの？え、いいの？全部言っていい？ほんまに。もう無理やで、ほんまに。いい加減にしてほしい。やめようか、やめようか。やめよう。暴露されたり仕返しされたりするのには、うん、ね、あの原因があるんじゃないかな。やめよう、そういうのは。潰し合いは。俺はもうミツのことは何にも言わない。さっき言わないって言って散々言ってるんよ。言ってないよ。言ってるんよ。言ってない。何も言ってないよ。もういい加減リスナーさんも分かるんじゃない。配信見てたの？いやいや、いつも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 あの結局また誤解生むから、みつ、ほら税金払ってなかったとか、ほら誤解生むから。暴露も何もないから、こんなの。なんて？暴露も何もないから、そうやって言うから、匂わすから、そうやって。え、何の保身？税金払ってるから。ほら、そんななるで、ほら知らんで、こんなんなるで。何が？税金払ってないっちゅうが出るで、これ知らんで。払ってるのに。何が知らんの？知らんのはこっちね。どうなってもいいやな、じゃあ。
自分が悪いんやんね。払ってるから。誤解されるようなこと言わないで、ちょっと。え、じゃあ全部喋っていいの？もういいな。俺も全部言うぜ、じゃあ。悪いけど言えばいいよ。言うで。ほんまに1ミリも悪いことしてないからね、うん、やめるか。女は謝らんとか言っとうけど、うん、自分で頭おかしいの。やめるか。それやめるか。やっぱり今までの人がどうしてきたか知らんけど守ってるんよ、うん、いつ、どんだけやられても黙ってるんよ、うん、そこにつけ込んで調子乗るのやめたら。ああ、はい。手汗がすごいわ、なんか。手汗が。すごいよ、この人、本当に。うん。手汗がすごいわ。謝らなあかんな、どっちなん？いや、僕ですね。配信ついてないとできないの、それ。できないですね。じゃあ、配信上でミツは喋ったらいいってことやね。ええ。裏やばいよ、せいちゃん、うん、また言ってる、また言ってる。裏やばいとか、こいつやばいな、マジで。何裏やばいって。熱がやばいの。いや、俺裏やばくなくない？このままやっちゃう。何裏やばいって。え、それ平気で言ってるの？うん。へえ。もう言って、じゃあそこまでなんて言ってよ、じゃあ。なんで何？何ですか？言わんの分かるって言ってるんやんね。全部ネタにするから自分は強いと思ってるんやんね。脅してるのかな？いや、脅してないです。言ったら潰しにかかれると思ってんの？いや。配信者やから強いよね。いや、別に。ミツはやられてもやり返さへんよ。うん、僕もやり返さないへんよ。いや、やってるやんね、散々。やってないです。やってるよね。何してもいいと思ったやろ。いや、思ってないです。思ってるよね。思ってないです。我慢しかないよ、ごめんけど。全然。なんもないです。なんもないと思ったらなんもないでいいんじゃない、うん、何しに電話してくるの？じゃあ謝りたくて。あの、ツイッターなんでブロックしたんですか？必要ないよね。なんで？誰？もう関わりたくないって言ったの誰？僕です。税金も途中やんね。途中って何？途中やんね。1回の申告はしてないやんね。1回の申告したよ。それで終わりじゃないの？終わりじゃないよ、何言ってんの？何があんの？今年の申告しただけやんね。うん、そうだよ。うん、終わってないよ、まだ。何が終わってないの？払わなあかんものはまだまだいっぱい来るでしょって。過去のやつでしょ、それ。まだやんか、そんなの。過去のやつだけじゃないやろって。あと何？まだ 6月何月何月予定納税だろ、そんなの。まだやんか、今何月や。今払われへんやろ、お前。誰にもの言ってんの？あ、すいません。過去はこれからやで。うん。ふざけすぎやろ、マジで。うん。
確定申告終わってるってのは言ってよ、ちゃんと。自分で納税証明書出したらは？なんでミツがそこを協力しないけんの？そんなけ暴言吐くくせに。このイベントの時なんて言った？この配信つける前なんて言った？何も言ってない別に。お前が邪魔したからやろ、アイテム投げろよって言ったよな。そんなことは言ってないよ。言ったよね。証拠あんの？嘘つくなよ。証拠あるの？出た。で、ミツが言ったんよね、録音じゃあ撮ろうかって。これ本気で言ってんの？録音撮るねって言ったよね。じゃあ電話ブチって切ったよね。だって説教が長いからじゃん。説教が長いからこの時間もったいなくないって。ね、違う、誤解招いてる。これさ、だから説教が長かったのよ。だからこの時間を配信に当てたいって言ったの。無料ポイントをもらえるから、その無料ポイントをお前保証しろよって言ったの。誤解招くようなこと言わないでよ。うん、すごい誤解招く。お前なんて言った？え、どんな言い方で言った？いや、普通のトーンで言ったけど。何言ってんの本当に。え、何言ってんの本当に。自分がふっかけてきといて時間取らしてんのに、邪魔してきたお前が悪い、アイテム投げろって言ったよな。でその分の保証してくれてたの。じゃあだってずっと配信させてくれなかったじゃん、ずっと電話長くて。させてないんじゃなくて、自分が話ちゃんと聞いてたらよかったんじゃないの。うん、長いね。やらかして長いね、説教が。じゃあ配信させてくれやってたの。いつ終わるんこの話。配信つけたらいいよ。じゃあ言えへんかった？その分のアイテム保証してくれよって言ったの。どんだけ叫び散らして。アイテム投げろよって言ったよな。うん、投げろよって言ったよ。だってもったいないやん、タイムイズマネーやんか。うん、だからそれがミツのせいにしてるんやろ、うん、お前や悪いの。保証ないやんか、だってこんな長時間説教してさ。それを説教って捉えてる時点でまずやばいよね。説教や、俺嫌いなんだよ。え、じゃあ自分は人傷つけていいの？どんな暴言吐いてもいいの？うん、何時間もしてっからさ。何時間も暴言吐くからじゃないの？人傷つくこと言うからじゃないの？あの暴言を吐いた記憶がございません。だからそうやって言われるんやからもう無理やん。なんて言ったの俺、覚えてないね。うん、覚えてないんでしょ。うん、だ毎回それでそうやって言われるやん、うん、じゃあ残るのはこっちなんよ。うん、覚えてないね。じゃあ覚えてなかったら何言ってもいいの？何してもいいの？あかんけど。どんなこと言ったと思ってんのあんた本当に。え、例えばどんなこと言ってた？どんなこと言ってたの？教えて。録音しててほしい、逆に。いやいや、録音するねって言ったらブチって電話切ったん。そっちね、折り返したで、すぐに、うん、じゃあ録音されてるような怖い人と喋れませんって言ったよね。うん、怖いもんだって。録音するって言ったから、うん、こっちが怖いから。録音するって言ったんだね、そっちが。こっちが怖いから。配信でネタにしてあることないこと言うの。お前録音してんなって言ったじゃん。自分前歴あるよね。ミツは裏切ったことも傷つけたことも一切ないから。録音してる女と喋りたくないだろう。うん、嫌じゃん。録音されたら喋りたくなくなるやん。切るやん、そりゃ。じゃあ証拠も残らないよね。え、俺謝ったで、何回も。謝ってないよね。謝ったで。なんでそんな嘘つきなの。すいません。
なんでそんな平気で嘘つけるのかがわからへん、うん、証拠がないから。証拠ないでしょ、だって証拠がないから嘘つくの。うん、ないでしょ、どうせ、うん、出せるの証拠。じゃあ別にいらないんじゃない。証拠あるの。これを聞いて、これを聞いて、うん、ミツが嘘ついてると思う人はそれでいいし、うん、応援されるんじゃないそれで。うん、うん、じゃあそれでいいよ。証拠あるの。いや、ないよね。ブチって切ったよね、ミツ、うん、そんな口で言ってもしようとしてない。端末2台あるよな。端末2台あるよなはさっきの人の話でしょ、うん、何調子乗ってんの。真似してんちゃうぞ、うん、証拠出してほしいね、あれやったら。うん、別に出さへんし潰そうとも思えへん。出さへんしってことあるってこと。あったらやばいの。いや別に出してほしい。じゃあ別に なくてもあってもどっちでもいいやん。出してほしいね、あるんだったら。いやいやいや、ブチって電話切ったいからないやん、うん、うん、よかったやん。一緒にしたよね、今までの女の人と一緒に。ウイタンと俺トラウマやねんって言ったよね、うん、裏切られるのもこうやって暴露されるのもトラウマやねんって言ったよね。トラウマやねん、もう信用がないんだよ。何を裏切ってきたの。なんか 俺をさ、はめ落としたやん。自分がそうさせてるの気づいた方がいいよ。うん、録音してるけどねとか言ったよ。配信でネタにするね、暴れるねって言ってんのもそっちやんね、うん、じゃあ阻止するにはそう言うしかないんじゃないの。なんでこっちが女側がいつも弱い方なの、うん、ねえ、しーちゃんはあたおかやったら何してもいいの、うん、一緒にせんといてほしいね。そんだけ別にネタにされてもね、お金を払って、前の彼女みたいにお金を払ってるんだらいいやん、うん、多少でも我慢できるかもしれへんで、うん、ごめんけど一緒にしてほしくないし、うん、100ゼロでミツは何もせいちゃんせいちゃんといて得なんてないから、うん、理解した方がいい。じゃあなんでそこまでお世話してくれるの。なんで、何、なんでそこまでお世話してくれるの、無償で。何、なんでって。なんでそこまで。別に理由ないけど。好きなんじゃない。そういう性格やからじゃない。好きなんじゃない。いやだから、もしそうやった、そうやったとしても、うん、もうそれが伝わってなかったって、もう今回もうよくわかったから。やりすぎ。終わり。もうどんだけの言葉吐いたか自分でなんていうの考えた方がいいよ。おい、終わり。もう終わりですか。もう嫌い。終わりか。嫌い？復縁は？なし？この態度は、うん、配信上やからね。うん。今一生懸命喋って言っとうかもしれんけど。うん。裏では叫んで暴れ散らしとったからね。一人がいいわ、めんどくさいって言っとったよね。今そうやって言う意味がわからんけどね。言ってないよ。言ってるからね。言ってないよ。平気で嘘つくな。そんなこと言ってないよ。
まにやめてほしいね。配信と配信上と裏での、うんうん、もう裏表す激しいのやめてほしい、うん、誰にもバレへんようにするのやめて。みつが配信者にならへんの分かってて、みつ、うん、がね傷つけへんの分かっとってやめて、うん、暴れないよ。どの口が言ってんのマジで本当にやばいな、うん、許してよ。謝るから許してよ。許してくれへん。言ったよ。アイテム投げろって言ったらすいません。どんだけしてくれとっても、うん、そのやり返すって一言で信用なくしたって言ったよね、うん、やり返してもないのに、うん、言葉ですら反撃しちゃダメやねんね、うん、反省してるよ。してないよ。してるよ。うん、してない。してるって。ごめんって。気づいたもん。ごめんって。そこにもう歩み寄ろうとも思えないから。うん。もうダメか、じゃあ。明日神戸行っていい？行っていい明日。で車の件も税理士さん こっちに電話あったけど、実、うん、はもう知らないからね。ちょっと協力してよ。いや無理やねそんな。頼むよ。頼むよ。都合が良すぎるね。税金も全部終わってないのに。うん。頼むって。あのゼロワの会社入ろうかな、これ。ゼロワの会社に。だからそうした方がいいよ。ああ、もう帰るわ、もう。そうし。ゼロワに助けてもらおう。そうした方がいいよ。うん。毎回こうやって、ヘイト向けようって必死にしてるんかもしれんけど。うん。無理じゃない？無理があるよ、ちょっと。そうだから利用してるように 見えるのも自分が悪いんやと思う。うん。ダメだミツじゃもう終わりだな。終わりだ。終わるの分かってて電話切ったんじゃないの？うん。ムカついたからねあの時は。ムカつかれるようなことしてないし。うん。そうやって人傷つけてばっかりいて、うん、全部うまくいくと思ってるんやったらそうしたらいいよ、うん、謝ってんのに許してくれないからね。神様は見てるからね、しーちゃん。うん。ミツは裏表ないよ。せいちゃんやと思うよ、裏表。いや、俺はないですよ。あるよ。裏表しかないよ。うん、ないよ。いや、謝ったんだよ、ママ。俺謝ったんだよ。許してくれねえの。うん。許してくれないんだよ、謝っても。
許してよ。許してって言ってるやん。坊主にすればいい？いや、しなくていいや、別に。眉毛もあげるよ、じゃあ、みつのために。許してくれる？全然いらないね。全部持ってくよ、じゃあ、削ぎ落として。スキンにしてやろうか。スキンヘッドに。髪の毛やるよ。ん？ポーズ。どうしたら許してくれる？だから今電話してきたのはそっちね。うん。ね、許す許さへんとかどうしたいとか、うん、そんな話じゃないよ。うん。すいませんでした。じゃあそっちが吐いた言葉全部、うん、ね、うん、そんな消せるわけじゃないんだから。うん。許してくれ。暴露って一回匂わしたから暴露暴露ってなってんで、待ってるって何って言ったら、それだけすっきりするやろ。リスナーさんも3つも、え、無理やね、もう分かってるもん。せいちゃんのパターン、何ネタにしてヘイト向けて、うん、大どんねん返して帰ってくるね。せえへんせえへん。うん、するね。その態度見てみ。暴露したらいいや。何の暴露なの？俺も知らんで。言ったらいいやん。いやいや、暴露って暴露じゃないやろ、そんな。別にせいちゃんは言われて平気やから言ってるんやんね。そういえば言われへんと思って言ってんの？いや、別に。そうやろ？だから俺は何も守るものがないから、怖くないよ。だからこっちは、それが脅しになってるよねって言ってるんやけど。何にもない。じゃあそういうあたおかは強いやん。うん、違うの？何もないもん。じゃあこっちは全部弱い立場にいるの？だから傷つけて傷つけれるの？いや、そんなことないけど、あんたしつこいからやん、説教が。ガチャ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 。自分でしつこいの？うん。そんな俺は切れるで。いや、こっちが切れるよ。何言ってんの？せいちゃんの顔も3度までで、マジで。いや、何言ってんの、ほんまに。言ったらいいやん。何なん、暴露とか。言ったらいいやん。何を。え、みつ、さっき電話で言わんかったっけ。なんて言わんといてやめてって言ったよね。じゃあこうやってさっきの電話でも、うん、何してもいいよ、言ってもいいよ、そういうこと言ってもいいよって言ったよね。じゃあ、うん、ほんまにいいんやなって聞いたで、みつ。いいよ、言えよ、早く。やめてって言ったん、そっちね。うん、言いなさいよ。よく考えてもの言った方がいいよ。うん、別に構わへんよ。さっきもそうやって言っとったから。うん、言っちゃいなよ。それを言ったって、俺は何度でも一番取れる男やから、うん、俺はすごいからって言ってたよね。うん、うん、這い上がれるで。うん、這い上がれるって言ったよね。うん、ここにいるリスナーさんが全員消えて、新しいリスナーさんがいっぱいついて、うん、自分は人気者、自分はすごいって言ってたよ。自画自賛してたよね、散々。それは言ってないで。言ってたよ。言ってない。言ってたよ。それは言ってないで。言ってたよ。言ってないです。何も怖くないって言ったよね、だから。うん、すごいんやんね、今ここの立場。あ、それあれだわ、多分俺
多重人格障害だからサムグレコが出てきちゃったね、それ。うん、だからもうそれで通してたら。うん。じゃあね。だから言いなさいよ。そこまで言ったら。いや、あの。暴露なってない、なってない、暴露。せいちゃんはあたおかか、そこまで言ったらじゃないよ。今言ってるやん。言えることは言ってるやん。うん。それだけ？それだけ？もう言ったら？それがどんな風に言ってて、どんな言葉まで言って、うん、ね、どういう思考でいてるのかまでは別に言わへんけど、うん、全部論破できるぜ俺、言われても。したらいいよ、うん、ネタにもしたらいいよ、うん、あなたのやったこともね、言ったことも言えばいいよ、うん、ミツが何をしたの。うん、言ってたで。え、教えて教えて、そっちこそ教えてください、うん、いや、そっちが、そっちが言って、そっちが言って。え、言えばいいやん、サムグレコ出して、早く。寝てるんじゃない今、サムグレコは、疲れてるから。いや、言った方がいいと思うよ。うん。長いねんだからこれ、ほら、これだから切りたくなんねん、俺も。いやいや、電話してきたの、そっちな、うん、で配信でもできなかったわけよ。何言ってんの、マジで、うん、電話切ってくれへん、切っていいですか、うん、じゃあ。長いね、なんだか、なんか言わないね、確信は言わないんだよ、つかないのよ。何も言わへんのよ。何よ、何にも言わへんって言ってるよ。言ったらいいやん、全部言ってるよ。長いね、暴露ないねんだから。暴露っていう、暴露って文字出してないやろ、うん、全部言っていいのって。ないねん、暴露ないねん。言ってたこと言っていいのって聞いたよ。言いなさいよ。言ったやん、イライラしてくんねんから。アイテム投げろって言ったのも、裏でどんな風に思ってたって言ったのも、うん、言った今。うん、別に潰そうと思って言ってるんじゃないんよ、うん、あることないこと言ってくるからそうやって言ってるんよ。ないねん、これだけ。録音でも撮っててくれたらさ、俺的にはネタになるから別にいいんだけど。でも電話切っていいじゃん。何もないんですか結局。弱すぎん、ちょっと。いやいや、弱すぎんっていうか、何を求めてるの。潰しにかかってこいってこと。うん、来いよ。うん、無理やね、お前あたおかやもん。バカじゃないの。俺は潰せないってこと？で、自分が今してることも、うん、ね、今そうやって言ってることも、うん、後で帰ってくるのはそっちじゃない？いや、え、そうじゃないって思えたら電話してくるな。何がごめんなの？脅してるのはそっちや。マクロ何？言ってないやんって今。言いなさいよ。ネタ探しですか？いや。ツイッターブロックされるし、わけわからんことやってんなと、迷走してんなと思って。いや、瞑想してないから、別に関わりたくないからブロックしてるんよ。好きなくせに。 LINE ブロックしたら暴れ回れるでしょ、また。いや、したらいいやん、もうしようか。したらいいやん、どうぞ。それやったらどうぞしてください。うん、するか。じゃあ二度と謝ってこんとって、ほんじゃ。うん、するわ。うん、どうぞ。ごめんやけど。うん、どうぞ。うん、疲れたもん、マジで。こっちが疲れるから。いや、こっちが疲れるわ、長えし、マジで。長いね、ずーっとこれ、ね、で、配信できなくてイライラしてぶつ切りしたのな。長いんだよこれ、配信外だね、ずっと。謝ってんのにずっと怒ってんだよ。いやいや、やばいね。謝ってないやん。
謝ってるからすいませんって。じゃあ謝ってるやつがそんなこと言うのって、ああ言ったりこう言ったりするの。それは言うやろ、不満があるやろ。それはよく分からへんけど、みつさんも悪いじゃん。どこが悪いの。いや言われへんけど、それは。はい、それは言われへんけど、みつさんも悪いやん。どこが悪いの。悪いやん、分からへんやったらやばい、重症やわ。じゃあそれでいいんじゃないの。うん、自分ジャイアンじゃないんやから、自分は良くて人はダメっていうのはやめてね。うん、うん、もう終わりやな、ミツとは。じゃあ好きにしたらいいよ。うん、悪いけど、うん、じゃあ神戸戻らへんわ、もう。はい、どうぞ。いいのね、それで。いや、ミツが決めることじゃないし、そんなん言われてまでいらないし。うん、いや、俺もいらないよ、悪いけど。はい、どうぞ。うん、じゃあ、もういいのね。オッケー。いや、いいよ、もう疲れたし、結構いいんじゃない、うん、疲れるのはこっちよ。いや、こっちよね、ほんまに。俺、ヘイト向けてないからな。いい、俺の優しさをこの電話切った後よく噛み締めておいで。お前のどこに優しさがあってな。お前は何を返してきて、いい加減にしろ。時間もお金も思いやりもね、心の面も全部与えてきたのはこっちね、無条件で。自分やりたい放題やってるやん、いい加減にして、ほんまに。それぐらい見てて分かる、分かるやん、絶対。そんなみんな怖いな、お、なんか関西の女ってすごいな。関東の女の子こんなん言われへんで、ね、じゃあそうしたらいいやん。すごい強い、口がブワー言ってくるね。強いんじゃなくて、めっちゃ強いな。言われへんわ、言い返されへんわ、これ。言い返されへんじゃない、正論やから。すごいな、苦手やわ、こうやって強いやつ、口が強いやつ。すごいわ。もういいですってヘイト向けるんやからね。うん、どうぞ。すごい怖いわ。もういいよ。うん、関東の女の子こんな言われへんですって。どん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 取り返しつかんようなこと言ってんのそっちやからね。優しく言ってるで。うん、怖いわ、関西の女は。うん、なんでもなんか表現するかね、この狂っちゃうかね、こうやって。昨日のこのジンバルみたいな感じやな、狂ってしまってるわ、ミツが。今自分が刑務所にいないで、自分の家に優しいミッちゃんはどこ行っちゃったんだよ、どこ行っちゃったんだよ。そこまで怒らしてんのはどっちじゃん、どっちなの、うん、本当にやばいよ、あんた。え、いつ何でも自由にさしてきたしね、許してきたで。うん、刑務所って何ってざわざわしてんで。刑務所って何って、なんで刑務所なのって言われてんで。人生積む前に、うん、ね、うん、税金払えたんじゃないの。払ったよ。それもどんだけミツが傷つけられてやったと思ってんの、うん、もういいわって散々言われて、うん、それでも折れずにミツ手引っ張ってったんよ、うん、ね、肩の手術だってそう、うん、麻也子さんの火災もそう、うん、全部暴言吐かれてでも連れてったんよ、我慢して、うん、
どんだけ傷ついたかわからんやろ、ほんまに。うん、すいません。それでもまだこうやってヘイト向けてくるんやから、うん、治らへんや。いや、治すね。こっから治すのがやっぱせいちゃんだね、やっぱり。こっから治していくよ、しっかりきっちりね。リスナーさんへの考えも、はい、うん、他の配信者さんへの考えも、うん、ね、せいちゃんの悪いところ全部、うん、そうじゃダメやよって正そうとしてきたのも3つね、うん、しっかり治していくよ、マジで。悪いけどね、ここは入れ替えるよ。めちゃくちゃ我慢したで、うん、神戸ヨットスクール行くよ俺、明日。直してくれる？直したいんですよ、性格を。もういい加減、その前に蜜がボロボロなるって。うん、ダメですかそれは。どうしたらいいですか？ヨットスクール行きたいです。どれが本心なのかもう分からんから。うん、いや僕も分かってないです、また分からんで、マジで。どれが本当の自分か分かってないです。ああ言ったりこう言ったり、うん、もうよく分からんから、ほんまに分かってないです、マジで。ああもう殴られてもいいですよ、神戸ヨットスクールで。我慢します。ダメですか先生、お願いします。いい加減にしてほしい。いや本当に心入れ替えるんで。ミツさん、何のメリットもなかったから、うん、一緒にもせんとってほしい。ダメですか。治ります、絶対に。あのファミコのカセットと同じだから、ホコリがついてるだけだから、フーフートントンしたら治るから大丈夫。ちょっとホコリがついてるだけ、大丈夫だから。絶対治るから。ちょっとバグってるだけ、ちょっとバグっただけ。ちょっとカセットをこうやって出すね、思いっきりグサって刺すやん。ちょっとこうやって出してあげんね、カセットちょっと浮かすね、ほんでスイッチ入れたら治るから大丈夫やん。